はい、始まりました。本日なんですけど、エプロンをつけているということは、今日もダイエット向きの料理を作っていきます。今日メインで使っていくのはもちろんオートミールのアレンジレシピをやっていきます。オートミールのアレンジ料理は今回でなんと15段の今回はオートミールのミートドリアです。はい、こちらでーす。しかも今回は温玉も乗っけちゃいます。今日は電子レンジだけで簡単に作っていっちゃいます。今日も早速やっていきます。レッツーミートドリアを召し上がれ。どうぞ。はい、まずはオートミールのミートドリアの温玉のせの材料紹介。まずはオートミール。続いてミートソース買ってまいりました。ミートソース缶でもいいです。とにかくミートソースを用意してください。それからチーズ、今日はスライスチーズを使っていきますけど、ピザ用のパラパラっとしたチーズでも大丈夫。はい、それから卵1個です。はい、こちらの少ない材料でオートミールのミートドリアの温玉のせ作っていきます。早速料理スタート。はい、まずは恒例のオートミールを測っていく作業から始めていきます。今日使っていくオートミールのグラム数は 20g 20g 測っていきます。はい、今日もピタリ賞を狙っていきますよー。ゴー。はい、早い、完璧だー。はい、今日はオートミール派とか言う暇が全くなかった。はい、こちらのオートミール 20g に次は水を 50ml 50ml 入れていきます。はい、目分量でやる方は水ちょっと多め、ちょっとだけ多めでやってください。はい、そうしたら次は電子レンジ、電子レンジ600W で1分半、600W で1分半入れていきます。はい、ゴー、セッツ。はい、レンジ終わり。はい、レンジが終わったオートミールにここでミートソースを混ぜ込みます。混ぜ混ぜしていきます。はい、ミートソースいきます。豆乳。はい、混ぜます。もうすぐ混ざりますね。ひき肉とオートミールと混ざっていい感じです。すっごいいい匂い、このまま食べちゃいたい。はい、完成。はい、そうしたらグラタン皿に入れていきます。はい、豆乳せよ。すでに美味しそう、今日も名作の予感。はい、いい感じ。はい、そしたら次チーズを乗せていきます。豪快にドイポン。はい、完了。はい、そしたらチンしていきます。電子レンジ600ワットで2分入れていきます。はい、グーセットゴー。回っております。あ、グツグツ言ってる、いい匂いしてるよ。はい、完了。はい、いい感じにチーズがとろけました。はい、ちょっと殺風景なのでここで温玉ですね。やっぱり温玉が好き。温玉を電子レンジで簡単に作って乗せていきます。はい、そしたらカップに卵を割っていきます。はい、卵ほっ。そしたらお水を入れていきます。はい、水を少し入れて電子レンジ600W で30秒だけ入れていきます。ゴー。はい、いってらっしゃい。30秒がない。はい、できた。できました。水を捨てていきます。温泉卵乗せていきます。はい、すごい、いい感じ。仕上げあればパセリを振っていく。はっ、パセリは完成。はい、それでは完成したオートミールミートドリア温玉のせこちら。はい、いい感じ、すっごい綺麗、色鮮やか。オートミールで美味しそうなミートドリアができました。ちょっと温玉を割ってみたいと思います。はい、割ります。入刀。うわー、いい感じにとろけてます。めちゃめちゃ美味しそう、ほろーりとろけ出してます。早速味を確かめていきます。はい、オートミールのミートドリア完成いたしました。温玉も乗っています。早速味を確かめていきます。はい、いただきます。
うん、ミートソースとオートミールを先に絡めたから完璧に馴染んでいるし、チーズと卵が合わさってめちゃめちゃ美味しく仕上がってます。これはいい。電子レンジで簡単にできたとは思えないぐらい美味しい。うん、全然オートミールが米化してますね。ひき肉が合わさったメニューだとすごくオートミールと相性がいいですね。オートミールが馴染みます。うん、ドリア系のメニューは本当にレンジだけでできるし、それだけであとはレンジに頼るだけ。なんか楽、作業少ない、楽で美味しくて最高。はい、ごちそうさまでした。今日も最高に美味しかったです。お米の代わりにオートミールにするとカロリーオフ、食物繊維多め、いいことがたくさんあるんですよね。前にオートミールのカレードリアってのもやったんですけど、そちらも絶品でしたけど、今回のミートドリアも負けず劣らずすっごく美味しかったです。ぜひ皆さんも食べてみてください。はい、今日の動画が参考になったよ、美味しそうだったよ、いいねと思ったらグッドボタンを押してください。いつも評価ありがとうございます。コメントももらえると元気が出ます。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。オートミールっていう再生リストも用意しておきましたんで、そちらもぜひご覧になってください。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。